皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。3月に入って花粉症の人にはすごく辛いシーズンになってきましたよね。まあ私はね、実はないので、まあ、なかなかこうちょっと皆さんの気持ちがあれなんですけれども、鼻水とか、あと目がかゆいとか、そういった症状たくさん出てらっしゃると思うんですけれども、最近話題になっているのが、この時期そういった目とか鼻の症状だけじゃなくて、肌荒れが起こってくるっていうことをよく聞くんですね。なので今日はこの花粉による花粉皮膚炎と呼ばれる皮膚症状について、まあ、何で起こるのか、そしてどういうふうに対処していいのかということをお話ししていきますので、よろしくお願いします。もちろん花粉症の人もそうですけれども、今年は例年以上に花粉が飛んでいると言われているので、花粉症デビューする方も意外と少ないんじゃないかなと思っていますので、花粉症じゃないよっていう方も念のため最後まで見ていただければ嬉しいです。では始めていきます。じゃあそもそもどうして花粉症の人っていうのが肌が荒れやすいかというと、まあ、花粉症があるということは花粉に対してアレルギーを持っているということなんですね。でアレルギーがあるということは、アレルギーがある状態というのは体が炎症に傾いている状態になります。で体が炎症に傾いているのですね、実は肌の一番の機能であるバリア機能というものが低下してしまうんですね。でこのバリア機能というのは何かというと、外から外的刺激が入ってきたものも守ってくれるし、あとは皮膚の内側の水分が、どんどん出ていくのも、守ってくれるんですよ。なので、花粉症があってバリア機能が低下しているっていうことは、外からの外的刺激も入ってきやすいし、内側の水分も出ていきやすいので、どんどん乾燥もしながら新しい刺激もあるっていう悪循環があることになります。で簡単に言うと、お水が入っている袋がありますよね。このお水が入っている袋が、ちょっとあちこち破けちゃって、外の汚いものが入って、中のお水が汚くなるし、中のお水もどっと出ていっちゃうっていう感じになってきます。なので予防法はズバリ2つあります。1つはこうバリア機能を強化する、バリア機能を正常に保つためにすることなんですね。それは保湿をすること。なんだよ保湿かよって思うかもしれないですけれども、保湿の中にもお水を入れ込むということではなくて、例えばヒアルロン酸とかエラスチンとかセラミドとかってい こう保湿成分をしっかりと入れ込んでいって、プラス膜を張らなければいけないので、ちょっと油分が多めの、いつもは乳液で終わっている人はクリームを足すとか、クリームで終わってるっていう人は、そうですね、オイルを足すような感じで、水分を入れ込む保水と膜を張るこう何ですか、コーティングっていうのをしっかりしてください。でもう一つは花粉を肌につけないっていうことになるんですね。花粉をつけないっていうことはどういうことかというと、実はお肌って意外と静電気が帯びてるんですよ。で静電気が発生すると花粉がどんどん引き寄せられてしまって、さらに刺激になってきます。なのでこの花粉を肌に寄せつけないっていうのは、保湿をするっていうこともすごく大事なので、さっきの保湿は、朝のスキンケアもそうですけども、日中ですね、何かミストを持っていたりとかして、シュッシュッシュッってかけてあげたりっていうこともすごく大事です。でもう一つ、2つって言ったんですけど、もう一つあります。実は一番簡単な、日中の保湿っていうのは、外からスプレーをするのもそうなんですけども、簡単なものはお水を飲むことです。そう、お水を飲むと目には見えてないんですけれども、不感蒸泄っていう呼ばれる、自然と汗をかいていて、それがこう体の中の、表面の水分を保っていることになるんですね。なのでお水をしっかり飲むと、この不感蒸泄がこう激しくなって、こう体にの何て言うんでしょうかね、水分がある程度保たれて静電気が起きなくなります。なので静電気が起きなくなると、余分な花粉がこう引き寄せられなくなってくるので、そうですね、それ以上花粉皮膚炎が悪化しないということになるんですね。なのでポイントは朝晩のスキンケアで保湿をしっかりするということで、日中もお肌を乾かせないようにスプレーで外から補う、あとはお水をしっかり飲んで、こう内側から蒸発していくお水も防いでいくっていう、この3つをこのポイントにしてみてください。この番組では医師の立場から、こういうふうに健康とか美容について正しい知識を発信していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録してみてください。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。